あとね、ちょっと一個だけ世間話にさせて。えっ、ー、とね、あの、桂文史さんですかえ、元三子さんですね。あの、あの方不倫がですね、報道されて、文史お前もゲスなのかみたいな報道されてですね、えー、いろいろ揉めた。で、えー、それに関してですね、まあ、関西の某番組の楽屋であった話なんですけども、えー、月手八歩市長がですね、この間、えー、文史さんと会った時にですね、 思わず言いたかったことがあってて、あんなんかあのー、勝野文史さんって大河ドラマでですね、千の力をやられるそうなんですね。で、千の力をやるというふうなことが決まってるんやって。文史さん、あんた、千の力をやるそうやない,ないですかと。茶ー立てる前に何立ててまんのんっていうのをですね、言いたかったんだけど、ぐっと我慢したっていうのを見て、僕はもう、よくぐっと我慢した。それは俺がニコ生で使おうと思ってですね、本日持ってまいりました。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。